はい、近鉄の鳥羽駅が見渡せる金浦館さんに今日はお邪魔しております。窓がね硬くて今ちょっと片手ではね閉まんないんですよね。でかなりレトロなあのよし、レトロなあの温泉旅館でございましてね、まあ建物は鉄筋コンクリート、超昭和な感じのホテルでございます。はい、で向こうにうちの奥さんが待ってるんですけど、早く撮影しろっていう。じゃあ部屋から行きましょうかね。でチェックインがあの7時半ぐらいなので、なんかもう布団敷いてくださってますね。レトロでしょう。でテーブルがあって、伊勢の茶つづりというお菓子が置いてありますね。でお茶、タバコ吸っていい部屋なんで、金浦館のマッチ。あ、また電車が来ましたね。で向こう側はね、ちらっと海が見えるはずです。でミニテーブルがあって、あ、箸も置いてありますね。素泊まりプランなので、コンビニで買ってきてくださいってプランで。あ、これはレトロな感じですね、この冷蔵庫。今時見かけませんよ。ねえ。はあ、はあ、いいですね。この栓抜きがね、ほら、どこでこんな、これはもう昭和時代じゃないですか？アサヒビールの栓抜きですよ。これ欲しいですよね。まあ持って帰っちゃダメですよ、これ。三ツ矢サイダーとか書いてある。すげえな。こういうとこ気に入る人は気に入るんですよね。これは浴衣類ですよね。これ温泉、1階に温泉大浴場があるんで、そこに。で、これあれだよね。木彫りの熊とかが、ちょっと置いてありますよ、これ。鮭を背負ってますよね。これ北海道。鳥羽なのに北海道ですよね、これね。それとこの電話がまたね、今時もう見かけない電話。いや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 。で、懐中電灯とか金庫、そして、ソニーのテレビ。テレビだけなんか違和感ありますね。で、エアコンがあって、このね、電気もいい感じですよね。そして、まあ、温泉大浴場行けばいいんですけど、シャワーも一応ありますね。このすごい低い位置にね、浴槽があるというね、昔のお風呂ですね、これね。それとこれは鏡ですね。これもなんとも、ほら、レトロな三面鏡、これですよ。すげえな。そしてトイレも見ときましょうかね。あれ、トイレこれか。トイレ。あ、よかった、ウォシュレットついてて。こんな感じのおトイレですね。はい、ということで、1名5500円だったかな、素泊まりで。今日はね、パッと見た感じ、3組しか宿泊いないような感じではありましたね。でもね、鳥羽駅目の前ですし、一人で泊まってもいい、全然いいんで、ここ結構狙い目かもしれませんね。もうくつろげますよ。ということで、あ、トレインビュープランです。今日の宿泊はね。はい、温泉旅館の金浦館さんでございました。朝です。朝はこんな景色ですね。すごいです。ね、オーシャンビューが、オーシャンビューとトレインビュー、はい、こんな景色でございました。